どう？聞こえる？一回消した。聞こえないのかなと思って。なんか。チンアナゴ。ももさんチンアナゴこれ。ありがとう。最近最初そうなんよね。でもね、あの繋がってないよ Bluetooth なのに聞こえないから謎すぎて。って感じ。うちは新しいの。私いつもファンの方に言ってるのは、もう見つけやすいやつがもうとにかく良くて、どんなのが見つけやすいのかっていうと、なんか薄い色っていうか、その周りを濃い色で囲ってるやつが見やすい。その薄い色を凝ってるとかがすごい見やすい。文字とかもさ、あんまりこういっぱい書いててもあんまり見えないから、もちろんね可愛いのも嬉しいけど、一番最優先は見やすいやつ、見つけやすいやつ。うん、そう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 、この後はそうだね、お仕事。明日サイリウム振ってね。電池満タン大事途中で消えてて、あれ惜しいみたいになってた。あれだから、なんか明日ね、そのもともと私夜公演は出ない予定だったじゃないですか。なんかあの当日券があるみたいなので、なんか葵ちゃんがツイッターに当日券もんみたいなの書いてたから、あ当日券あるんだと思ってそこで知りました。なんかもし昼公演行くけど夜公演撮ってなかったみたいな方はいらしたら、ぜひぜひのぜひのぜひ。やっぱ私もさ人だからさ人じゃないとは言ってないんだけど、人だからやっぱりこう応援してくれる方がいるって分かった方がさ、ステージに立ってる時もさ気持ち的にもすごいモチベーションも上がるじゃないですか。うん、ハートありがとうにゃると。うん、やっぱりね、あるじゃんそういうのは。マスクしなきゃいけないか、なんかそのなんか今日はメイクしないからつけてたって感じ。
今日これ飲んだよ、ジャスダッチ。新公演落選したら、そうだよね、そんな毎月毎月さ、そんな何度も遠征できないもんね、学生とかならなおさら。でもどうなん、香川に行くのと広島に行くのではなくまた全然違う、あの金銭的にも全然違う。香川だとどれぐらいなんだろう。広島だったら多分あれだよね、新幹線だよね、違うのかな、バスとか。最近ここのね、この前髪の短い毛が気になるよね。なんなんだこれ、切れてんのか生えてきたのか。新幹線ってなんであんな高いんだろうね、不思議でしょうがないんだけど。あれ動かすのに結構お金かかるのかな、何にそこまでお金かかったんだ。交通費ってもっと安くなれたらいいのにね。マリンライナーとかってめっちゃ安くない、だってだからイメージやけど。1000円ぐらいのイメージ。どうしたありがとうございます。どうした、髪の毛綺麗。本当でも最近ライブ続きでさ、なんかこの辺はなんか割と定期的に切ってるからあれなんだけど、前髪がちょっと傷んできてる気がする。
明日がライブ、あれ明日ライブだよね。明日がライブだからさ、できるだけ肌に影響が出ないようにね。オーツーピンチさん、ハートありがとう。もう今日適当や、ほんまに。髪染めたって思うこと多い？まあでも実は何度か染めてるんだけどね。実はの実は。うん。いつ思った？そう、なんか一夜染めちゃダメだからさ、髪の毛。そうそう、もともとなんか私髪の毛がなんか赤系の黒ってよりは赤系の黒ってよりは青系の黒なんですよ。で、そう、うん、まあ5年もいるとさ、なんかこう真面目にこうなんか普通に過ごしててもちょっと反抗したくなる時あるんですよ、やっぱり。そう、反抗したくなる時があって、春ぐらいか、春ぐらいに1回染めて、そう、それで、まあ、2ヶ月ぐらいしてだんだんこう落ちてくるよ、色が。そう、でもやっぱ撮影の時とかはさ、やっぱり言われるから、なんかマネージャーさんの目もさ厳しくなるから、そう、でもなんか全然私たちより茶色いやみたいな子もやっぱ中にはいるから、やっぱそこにちょっと反抗しちゃって、うん、あるよそういうのはね。うんって感じ。ね。普通はこういうのも話さないだろうね、普通は。まあいいことはないと思うけど。してる、全然してる、めっちゃしてる、反抗期。うん、反抗期だわ本当に。なんかわかんないけど、なんか言ってることが理解できなくなる時があるんよね、時に。ん？って思う時がある。
なんかやっぱ割とこうなんだろう、ちゃんとしてきたっていうか、なんかちゃんと言うことは聞いてきたけど、なんかそれが若干バカらしくなる時ってあるんよ。多分それはあると思う、どんな職業でも。うん、多分それ。うん、意味なくねってなる時がある。警察のせい、それはね、さすがになんか別になんかそんな人に迷惑かけるようなことはしない、さすがにね。そこはわかるよ。でもあんま分かんないでしょ。って感じ。長岡太郎さん、ありがとう。サイリンメイクできたのって、あのまつげと眉毛、涙袋です。逆に STU みんながなんかあの染めてもいいってなったらみんな多分染めるから、そうなったら絶対黒髪にいると思う。最終的に絶対やっぱ黒髪がいいんだろうなと思うよ。それは自分もなんか別に自分に似合うとかじゃなくて、普通にもう黒髪がなんかこう同年代の子たちってさ、みんなさ地元とか帰ってもさみんな染めてるから、逆に黒髪が目立つみたいなとこあるしね。だってほっといてもずっと黒髪なわけじゃん。黒髪だったらお金かかんないし。怒られない程度にチチチャってね。そういうのはST は黒髪だから、他のグループよりも、まあ、確かにその他のグループとかと比べたら STU は目立つかもしれないけど、 STU を単体で見たら何も目立たないよね。だってみんな一緒だから、それはね。多分それを多分考えて、初めの何印象みたいなの、それを考えて多分 STU はそういう感じでやっていこうってなったのかもしれんけど、今はどうなのかってとこあるよね、きっと。銀髪にしてみたい？え、シルバー？え、でも絶対さ、シルバー、何何？綺麗にシルバーになったら綺麗だよね。なんかあのおばあちゃんとかってさ、今年取っていったらさ、すごい綺麗ななんか
金髪みたいになっていく。綺麗よね。綺麗な白い、なんか一色みたいな。でも若いうちにあれしたらもう生えてきたらもうプリンになって大変そうだね。お疲れ様ひな、お父さんお兄さんおめでとう、ありがとう。見てるから。インナーカラー何？インナーカラーね、黒髪にここだけ明るい色とかめっちゃ可愛いよね。ね。でもなんかここだけか抜くわけじゃん色。そしたら大変じゃない？次染めるとき。わかる。可愛いよね。髪の毛染めれるようになったらロングも可愛いんだろうね。楽しそう。何今確認しようとしたんだっけ。何かを確認しようとしたんだけど忘れちゃった。シティはエクステも禁止されてる、されてるされてる。まあ一回だけあったな。カホタルが、うん、カホタルがいた時期ちょっと反抗期だったんかな。あの時もカホタルエクステつけてきて、なんかレッスンの時になんか行ったらそこホタルがエクステつけてきて、もともと髪の毛短かったんよ。なのにその時はめっちゃ長くて、どうしたんって言って、エクステつけたつけたみたいな感じだったけど、その後普通に呼び出されて、そう1日で外してた気がする。うん、レッスンでもダメな、いやでもレッスンはいいんじゃないと思うけど、うん、でもむずいよね、そのなんかプライベートとさその仕事の時の境目っていうのはあるようでないみたいなもんじゃん。それで例えばさ、じゃあもう10代ずっとアイドルしてました。でもすっごいじゃあ規則が厳しくて、そこで守ってたとするじゃん。でもじゃあ20になりました、やめました、もう何でも OK ですってなったら、何がどうで何がどうでって自分で考える能力ってないと思うよ。だからすごいなんか失敗をしちゃったりとか、なんかやらかしちゃったりとかするわけじゃん。そういう考える能力って必要じゃん人って。そうそう反動だから何でもダメっていうのはよくないっていうか、なんか理解もあればいいけど、そういう規則を作るならばちゃんと納得いく理由を提示してくれないととは思うかも。だってその後の人生ってもうその子っていうかその自分自身にしか守れないわけじゃん。いやそこも、うん、責任っていうかあれだけど、
そういう考える術さえもないわけだから、そういう問題は出てきそうだよね。だからよくわかんないルールとかってあるやん。でもまあそれがなんか法律に違反することとかも絶対ダメだと思うし、それはダメだと思うよそりゃ。でもそれなんか人に迷惑かけない範囲でね、とは思う。晴れてきた、ちょっと私もなんかあれだけどね、なんか何なんかまあ客観的には言ってるけど、私が言ってることが全部全てじゃないし、だから正解ってわけもないからさ、間違えてることはあると思うしって感じやけど、私はこう思うよってだけ。シャンシャウハイ、ジャカルタ、今日もお仕事頑張るよ。遠くから応援してて、明日ライブ行くよって方はぜひ教えてね。サラピが昨日テレビで作ってた、私も前作ったんだけど、配信で4時間以上かかった。気合入れてくー。気合入りすぎてこけないようにね。よし、財布と財布、エアポッツ、充電器、リップ、ティッシュ、ティッシュがもたらしてくれるね安心感半端ないから。あとはペン、飲もうか。ありがとうタコ、この時期は特にね。
それでは皆さん配信見てくれてありがとう。金曜日1週間終わった。頑張る、頑張るしかないから。お財布新調しようかな。私は去年の12月ぐらいにめっちゃ欲しいお財布ができて、もうこれだと思って、自分でなんかあんまりお財布とか買えないんだけど、もう5年ぐらいずつ使ってて、前のお財布は。そうで12月ぐらいにもうめっちゃ欲しいと思って、で探して探して、なんかもうなくて、なんか再入荷待ちみたいな、いつ入ってくるか分かりませんって言われて、でも店舗にも何個か行ってないって言われて、でどこだったかな、違う店舗に行った時になんか予約ができますみたいな、もしかしたら何月に入ってくるかもしれないので予約はできますって言われたんよ。でその予約いつですかって聞いたら2月4日ですって言われたの。2月4日からそのなんか出荷されるよみたいな、わかるって言われて、あもうこれはもう運命だと思って私2月3日誕生日だから本当はクリスマスに買おうかなって思ったんだけど、誕生日のもう次の日だったから、あもうこれは運命だと思って、あ予約しますって言って予約して、うん、めちゃくちゃ争奪。その前の使ってたやつもヴィトンだったんだけど、今のその使ってるやつもヴィトン。でも自分でちゃんとお財布を買ったのは初めて、今回がなんかね、ミルフィーユみたいな名前のやつミルフィーユみたいな。でもやっぱずっと使うじゃん財布とかって、でテンション上がるからさ、それだけで、うん、そう勝ち取った。みゆみゆじゃない、みゆみゆじゃなくてそのミルフィーユみたいなやつ、なんかその商品名がなんちかトゥユみたいな、ミルフィーユトゥユみたいな、全く覚えてない、暗号みたいだとか、うん、うん、です。はい、終わるね。じゃあランキング読みます。13位はてるさん、12位はおーいおーい、11位はおつピンチさん、10位はブン、9位はきがえさん、8位はこっちゃん、7位は三千なぎさん、6位はほやさん、5位はもかちゃん。これでもかって読むの？すごいね。4位はつるべさん、つるべ。3位はフラペチーノ、2位は青生地、そして本日の第1位は、全第1位はつなさんです。おめでとうございます。皆さん明日ライブ当日券もあるのでぜひよかったら来てください、見に来てね。あ、人で貝殻、タツノオトシゴ
ありがとうございます。それじゃあお仕事頑張ってきます。またね、バイバーイ。夜はないです。明日に備え新婚や来てね。バイバーイ。